はい、買いました。夏車中泊で暑くないように車内用のクーラーですね。エアコンつけてるとガソリン食うし、まあハイブリッドなんでエンジンはほとんどかからず、やっていきますが、エコじゃないのでエンジンかけてクーラーつけるので、夏魚釣りとか車中泊はとっても暑いので、それ用のクーラーを買いました。感激くん2、ポータブルスポットクーラー感激くん2、これ冷媒しょってるんで、普通のクーラーと同じような感じで冷える予定です。そしてこれ元々の排気のやつに、ホームセンターで売ってるアルミ冷気とホームセンターで売ってるニップルをつないで、付属の 1.5m のこのジャバラフレーキの排気用だと結構届かないので、で端部処理がこうやって吹き出しのように端部処理されてればいいんですけど、排気の方は端部処理されてない、切りっぱなしでワイヤーが取れるような状態になってて、切りっぱなしでとっても良くない状態だったので、忖度なしに説明していきたいと思います。全然ただの切りっぱなしでワイヤーでボロボロになっちゃうような感じの、排気の方は切りっぱなしでよこされたので、全然ワイヤーが取れたので、私端部処理しましたが短すぎて使えないので、アルミフレーキ、これ業務用じゃなくてホームセンターの大きいスーパーホームセンターで売ってますから、アイム兵器とニップルも売ってます。それにこう差し込めば 100% でちょうどパイ数合ってるんでやっていきたいと思います。そしてこの電源は強弱と電源入れで、強弱ただの風、電源これクーラー、これだけです。これだけでクーラー効いていく、これフィルターで、で今ポータブル電源で動かしてます。でポータブル電源AC200マックスブルティのあれでやってるんで、どこまで冷えるか分かりませんが、あれで今最近使ってるんですが、1時間で 10% 減るので、10時間は使えます、フルでポータブル電源で。でソーラーパネル2個で直立でつなぐと 15% ぐらいやるので、5% は充電が残っていくので、永遠に使えます昼間。ただこれずっとこう最近ずっと使ってきましたが、冷媒しょってるんで、ただの湿気の帯びた冷たい風じゃなくて、冷媒しょってるんでクーラーみたいに風は出ますけど、車中泊でこれやってるって、秋とか春とかまだそんな暑くない時期ならいいんですが、車の中が異常に暑くなる、車を太陽に照らされて異常に暑くなるときはほぼこれ効きません。これで、室温を下げるのはほぼ無理です。周りが暑くなるのが激しすぎて、これで下げるよりも外からの照り返しで車の中が暑くなっちゃってどうにもなりません。だから春とか秋ぐらいならいいですけど、本当の夏だとちょっと使えませんね。だから家で使う分には、自分の前にこう涼しい風を浴びて、部屋までは温度が下げられるほどのパワーはないですけど、まあ涼しいことは涼しいです。だからこれで車中泊でポータル電源使えば全然やっていけます。ただこれ問題がちょこちょこあるんで、このフレーキ使わなくてもこれで調節できますけど、この問題はこの中と外の羽シャッターの中でこう調節できますけど、これをつけるときに気をつけてもらわないと、必ずこれシャッターが触れるので、こう閉じた状態になって風が出にくくなるので、これつけるときに気をつけてください。これちょっと作りが悪いですね。つけるときにシャッターの羽をぶつけて風が出にくくなる場合がありますので、それだけ注意してください。あとは、フレーキでつないでもらって、付属だとちょっと短すぎるので、車の中の温度は下げるのはちょっと難しいですが、まあだいぶ涼しいと思います。でそこを排気用に青紅、プラ紅だとちょっとダメなんで、ホームセンターに売ってますから青紅がしっかりしてるので、窓の枠と同じサイズに切り抜いてそこ 100% の穴開けて排気してます。ちょっと外行ってみます。まあそれなりに涼しいんで生きていきますけど、こんな感じで外は排気してます。で
ブレーキ買った時は端部処理してください。いつも手袋してるわけじゃない、端部処理しないと手が切れますんで。でこう窓を少し開けといて、ここのブレーキで排気しているような感じですね。青紅で。でこれで虫も入ってこないし、ちょうどいい感じで自分で勝手に作りました。でここは明らかに熱い風が出てますね。だからこれを排気をちゃんとしないと車の中全然熱くて。ブルーティーのブルーティー AC200MAX で、撮ってやってるので全然普通に動きます。出てる方は100クーラーの方がこれ139ワットですね。だから大したあれは使ってませんね。充電の方がはるかに多いですね。全然減ることないですね。今99に落ちてますけど、使ってんのが139、充電されてんのがこれ足すと600ぐらい、600ボルトぐらい充電されてるので、昼間だったら永遠に使っても全然減らないような感じですね。このブルーティーかなり優秀なので、はい、こんな感じで感激君を使ってます。冷たい風は吹いてますが、これで車の温度を下げるのはちょっと難しいかもしれませんので要注意ですね。まあ、ある程度は下げられますけど、本当に外がカンカン照りだとちょっと難しいです。あとこれはこれ簡単にガチャンってはめて、ぐるっとはめてるだけなんで、あとフレーキはこう止めないでニップルにこのまま刺してもらえばニップルになってます。ニップルも売ってます、スーパーホームセンターなら。これニップル刺してもらって、これ刺してフレーキで排気を必ず取らないと車の中熱くなるんで。感激くん2、これちゃんと冷媒しょってるんで、クーラーと一緒です。まあそこまで家のクーラーとか車のクーラーほどパワーはありませんけど、まあなかなかこれで車中泊暑いのもやっていけると思います。はい、感激くん2でした。以上です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いします。